皆さんお久しぶりです。みずきです。あと久しぶりにゆいみが今日はカメラしてくれてます。はい、お願いします。はい、で今日家で撮ってるんですけど、近況報告をでいければいいなと思いまして、あと一つお知らせもあるんですけど、それも合わせて最後に撮ろうと思っております。近況報告別なんですけど、はい、最近、うん、暇な時にベビーグッズを暇なので作ろうかなと思って、こういう感じのすごい誰かけなんですけど、かわいい猫ちゃん、猫ちゃんなんなんか後ろにこう垂れた時に猫の耳がこうやって見えるやつなんですけど、うんうん、あ、生地も猫、猫柄、あ、見えた、おこんな感じでなんかちょいちょい作ってて、うん、で今日せっかくなんでロンパースって言って、赤ちゃんが最初に新生児の時に着るやつを作ろうかと思ったんやけど、うんうん、縫い目に、うん、補強としてなんか一緒に縫い付けるテープみたいなのを、うん、が必要なのが知らなくて、うん、ちょっと買ってなくて結局作れなくなっちゃったから、うん、生地切ったはいいものの、うん、だからちょっと途中で止まってるもう一個のよだれかけ、うんうん、そのなんていうんだっけ、スキン作っていく行きつつ、うん、なんか近況というかいろいろ話せればいいなと、うん、そうだね、思います。はい、じゃあ質問していこうかな質問してくれんの、うん、お願いします。お願いします。最近の体調面はどんな感じですか？最近の体調面か、うん、でもつわりもなくなったし、うん、もともとつわりがそんなひどくなかった方だから、うんうんうん、全然今マシというか普通かも、うん、普通なんか普通に生活できてる。へえ、そっか、普通に生活できてるけど、うん、でもやっぱなんかちょっと動いたりしたら、うん、お腹が張ってきたりするから、うん、そういうのとか、あとは圧迫されてるから、うんうんうん、内臓が、うん、飲み物とかも、うん、結構考えて飲まんと、確かにな、近くなるからそことかは気使うかな。確かに食事とかも結構気をつけてるもんね。そうやな、うん、もうほんまに栄養、うん、で食べたもんがそのまま影響してくるのかな、うん、赤ちゃんにも、うん、だから健康的な食事とっております。うん、最近は検診とかどうでした？検診ね、うん、そう、柄見てもらったら分かると思うんやけど、うん、めっちゃ男の子やと思っとって、最初のさ検診で男の子仮みたいに言ったやん。言ってた。それで男の子仮やってんけど、うん、2週間前ぐらいの検診で、うん、いや女の子かもみたいになって、うんうん、えみたいなえ確実にさ分かるのっていつぐらいなんだろうね。もうなんかほんまに生まれてくるまで確実はないと思うけど、うん、あ、そうか、多分、うんうんうん、なんかその、うん、見分けるのもさ、うん、エコーを取ってついてるかついてないかみたいな。そうだよね、見るんやけど、うん、女の子の場合さ、うん、こう角度的に見えへんかって、うん、っていう場合もあるみたいな、うんうんうん、そうか言ってたから、うん、そこがちょっと分からへんねんな、まだ。あ、そうか、そうやな、で、うん、どっちか分からん状態なんやけど今、うんうん、まだとりあえず男の子の柄で作っとります。生地買っちゃったもんだからそうやな、最初そうやと思ってたもんね、やっぱそうね、まだ分からへんしな。生地買っちゃったんすよ子供できたって分かってから、なんか気持ちの変化とかありましたか、うん、なんか親になる自覚とか。親になる自覚は、うん、徐々にかな、やっぱそうか。え、なんかそれこそ最初はそんななかったかもやけど、うん、やっぱ検診とか重ねたり、うんうん、日々なんかもう帯同とかもあるから、うんうんうん、そういうのんで、あ、お母さんになるんやみたいな、うんうんうん、自覚は芽生えてくるかも。あ、そうか、だってもう今もお腹も結構大きくなってきてるもんね。うんうんうん、ね、でもなんか、まあ、やっぱ実際生まれてみると分からんのんじゃないかなと思うけど、なんかみんないろんなさ周りの親の話、うん、
あの聞くけど、うん、みんなやっぱ生まれてきてから、うん、ほんまの意味で実感するみたいな言うとから、そこの領域はまだ行ってないかも、うんうんうん、ほんまに生まれた時とかさ、こう育ててってなんじゃないかなって思うけど、確かにな、なんか男性の方がやっぱ生まれてもなお、うん、あんまこれが自分の子かみたいな、確かに実感わかんって言ってる人が多いな、うんうん、うんうん、そっか、で育ててってなんか分かってくみたいな言ってる人が多いから、うん、まあ、そうなんかなって確かに感じやな、うんうん、名前とかはさ、候補とかは考えてるの、うん、名前の候補は、うん、一応考えてたけど、うん、男の子で考えてて、うんうんうん、で女の子説出てきたから、うん、候補だけ、うん、そう思いついたらこうバーってメモってって、うん、もうあんまり決めきらんとこっかなって思ってる今、うんうんうん、そっかそっか、だから同じことしてるわね。ずっとやずっとさ、これどっちやったっけってなってるよ。いいや、塗ってこ、うん、耳最初につけなあかんのやったっけな、私も猫耳、これクマちゃん、クマちゃんや、かわいい。これクマちゃんです、めっちゃかわいいや、これがこうで、ひっくり返すのにこうやから、マジ頭使う。そうやな、だってこっちでも使って話すのでも使ったら何やもん。頭使うわ。ん、何の話しとったっけ。これスタートしても大丈夫なのか、ちょっと大丈夫大丈夫、いけるで。なかったな、それほんまに、うん、なんか生まれてどんぐらいか分からんけど、うん、赤ちゃんにこういろいろ並べてとか、うん、なんか自分でこうまだ物心つく前にさ、うん、選ばせるなんか儀式、儀式あるんや、イベントみたいなのない、そうなんだよ、なんか分からへん、全然いろんな職業とかのカードとか、うん、なんかそういうの用意しといて、なんか引かせるみたいな、へー、それ楽しそうだね、めっちゃあったはず、そうなんていうか分からんけど、うんうんうん、そういうのでなんかやるのもおもろいかな、確かに、なんか何させたいとかないかも、あんまり、まあでもしたいことやらせるみたいな感じか、うん、そうやな、そうやな、うん、あんまないかも、うんうん、今んとこどんな子かも分からんしな、いや確かにな、まだどんな子か分からへんもんな、えでも唯一あるのが、うんうん、友達みたいな、うん、何でも言ってくれる関係になりたい、うんうんうん、子供と、うん、いいなそれ、めっちゃいい、うん、近い存在でおりたい、うん、なんか、うんうんうん、でじゃあさ、女の子やったら彼氏で、男の子やったら彼女連れてくれよ、うん、全然 OK？ ウェルカム？私は全然 OK かな。旦那さんはどんな感じなんやろうな。え、なんかしょうもないやつ連れてきたら許さんぞ、言うな、言うと思う。女の子やったら特に言うと思う、確かにな、ちゃんと大切にしてくれる相手の人やったら全然いいけどな、うんうんうん、なんか感情ないやつとか連れてきたらやだ。感情ないやつなんて言えばいいんだろう、なんかあの、うん、道徳がないやつみたいな。道徳がない、道徳的なんか要素が足りてないやつとか連れてきたらちょっとやだな、うん、確かにな、人の気持ちがわからんやつみたいな。そうやな、確かにそれはね、嫌やな、さすがに言うかも、うんうんうん、どこがええんっつって。やめときや。でもなんか否定はしたくないよね、うん、まあ、子育てそんなさうまくいかんとは思うけど、うんうん、なんか理想を語るなら一回何でもやらせてあげたい、うんうん、
でなんか、うん、やっぱこっちはさ子供よりさ分かるやん、これをしたらどうなるかとかさ、確かにな、そういうのが今までの経験を経て、うん、で自分もの親もそうだったと思うけどさ、うん、分かるからついつい言っちゃうやん、それはあかんとか、うんうんうん、やめときとか、うん、なんか結局自分で経験せんとさ、確かにね、ほんまの意味で理解せんというか、うんうんうん、っていう意味でなんか一回やらせてあげたいな、確かに何でも、そうだね、ほら言うたやんって言ってみたいな、うんうん、そうだね、感じでやり取りをしたいなと思うとります、うんうんうん、理想ですけどもめっちゃ反抗期来るかもしれへんもんな、そら来るやろ反抗期来られたらどうするって感じやな、でもこの方がちょっと心配やけど、確かにさ、どうなんやろな、そこはね、でも来へんかったって人もおるしね、そうなん、うん、おるおるおる、意味来んかった、来た、反抗期、反抗期ってさ自分の中で反抗期ってないかわからんくない、あの時って反抗期やったんかなとか思うけど、私めっちゃわかる、わかるわかる、反抗期してた、してた、どういうの、なんか大人が嫌いやった、大人が嫌いやったん、そう、親っていうより、うんうん、なんか全般的に先生にも反抗してたし親にも反抗してたし、反抗というか、うん、なんか不満、あーそうか、不満があった、うんうんうん、なんかどんな大人に対して、うん、なんか、うん、年上やからとか大人やからっていうのでなんか権限使ってるみたいな、なんだろうね、うん、なんか頭ごなしに言ってくるのが腹立つみたいな確かにね、なんか、うん、全部が全部言うとこと正しいんかなとか気持ちを分かってくれへんみたいな、確かにな、そうだね、のを思ってた、うんうんうん、記憶がある、それはもう普通にいくつぐらい、え、中学生、中学生か、うん、その後は全然普通にもう反抗期終わって大人も好きになってみたいな感じ、うん、そうやな、うんうん、基本今とか大人としか接することないし、まあね、まあ、今というかその上京してから、そうだよね、高校を卒業して上京してからとか、うん、そうやな、うん、そんななかったけど、うん、高校入ってからはそんなんなかった、全然、そうか、中学で終わりました反抗期、そうやな、そんなずっと続かれてたらもうみんなびっくりするもんな、せやで、やっていきます、はい、どんな子に育ってほしい、もう素直な子な、なんか優しい子に育ってほしい、そうやな、本当にそうやな、素直で虚言癖とか持ってほしくないそうやな、多分ないと思うけど絶対、うんうん、素直な子が一番いいよな、なあ、すごいよ、もうどうしよう、ほんまに縫うのマジむずいからな、そうガーゼのこのふにゃふにゃの生地これ縫うのマジむずい、頑張れ、みにょみにょするじゃあ出産に対しての不安とかそういうのってあるかな、不安、うん、どういう気持ち、楽しみとかさあるじゃん、考えたことなかったの、なんか楽しみかな、うん、でも言って、うんうんうん、怖さとかもないないな、うんうん、そっか、なんかみんなというか周りから聞いてたあの痛みがなんか実感できるんやっていう楽しみがある、うんうん、そっかなんか想像できひんやん、確かに、みんなめっちゃさ痛いって言うけどさ、なあ鼻から水が出てくるもんな、いやでもほんまにそうなんかなって思ってるからな、だってこんなでも例えが出てくるってことはすごいよな、まあそりゃ痛いんやろけど、昔とかはな、あの、うん、麻酔とかもないしな、そうだよね、ち
っとゆっくり行かせていただきます、はい、カーブなんでここゆっくりゆっくり、いい感じだね。はい、完成しました。じゃーん。なんかシュワシュワなってるの気にしないでください。ほんまにガーゼ難しくてさ、後ろ、うん、なんかこっちやと両面布やから綺麗にいったんやけど、うん、ちょっと後ろがガーゼなもんでね、なんかクチュクチュなっちゃった。え、でも全然可愛いよ、うん、ここにパッチンつけて、うん、可愛いです。あ、完成です。はい、お知らせなんですけども、急に画角が変わってるのでびっくりしたかもしれませんが、お昼にも一応お知らせ撮ってて、足らないところとかいろいろあったので、ちょっと夜に撮り直そうかなと思って今撮り直しております。なのでお気になさらずでお願いします。発表なんですけども、なんとちょっと前に上げた動画の日焼け止めサプリシロクがついに発売します。イエイ。発売日今日なんですけども、僭越ながら私の誕生日に発売させていただきます。改めて前の動画でも紹介はしてるんですけど、重要なポイントを改めて紹介できればなと思っております。専門用語とか、あと大事な成分とかの言葉とか、いろいろ間違えないように見ながら話したいと思います。紹介したいのがまず成分なんですけど、機能性表示食品って言ってサプリなんですけど、消費者庁っていうところに届け出を出してる機能性表示食品で、ヤクルト1000とか多分こうパッケージに書いてると思うんですよ、機能性表示食品みたいな。ああいう感じでちゃんと成分とかも認められてますよっていうものになります。でその中の成分でも3つ大きく紹介したいのが、1つ目はやっぱ紫外線対策に特化した、ね、成分もろもろ入ってるのと、2つ目結構聞いたことあると思うんですけど、女性の方が多いのかな、聞いたことあるの、パックとかにもよく使われてる肌の潤いを保つ成分、こんにゃくセラミドっていうやつですね。で3つ目が肌の弾力をパンと内側から出してくれる成分の、これがですね、ギャバなんですけど、ギャバっていうのは結構聞いたことあって、でも正しくは大麦乳酸発酵ギャバっていうみたいです。これの3つですね入ってます。なんで弾力キープしてくれるギャバなんかはメイクのりとかも変わるみたいで、日焼け止めというかの飲む日焼け止めサプリみたいに言いつつも、内側からめちゃインナーケアしてくれるサプリになってます。インナーケア自体多分あんまメジャーではないのかな、やってる人あんま多くないのかな、わかんないけど。で自分もこのサプリ作るのに、作り出してからいろいろ理解して大事にしていくことになったんで、この機会にぜひぜひ女性だけでなく男性もね、男性なんか特に日焼け止めとか塗らなかったりすると思うので、内側からケアしていっていただければなと思います。女性なんかは結構日焼け止め塗ってる方は多いと思うんですけど、それにプラスで内側からもねケアしていっていただければなと思います。これを機にぜひぜひということで、詳細ですね、シロク自体がパッケージこんな感じです。ちょっと今手元にサンプルしかなくて、完成パッケージがないんですけど、ここに画像貼っときます。このパッケージデザインも、自分で考えて、一から考えてデザインしました。でこの中に1袋60粒入ってます。で初回がお得にお届け便っていうので注文すると 62% オフで、税抜きで2980円で始めれます。これ初回限定なので、ぜひ定期便で始めるのがおすすめです。私自身も3ヶ月ぐらいは最低でも続けてもらいたいんで、やっぱこう1回飲んで終わりじゃなくて、
こう続けることが大事っていうことで定期便がおすすめですね。詳しくはホームページ作ってるので概要欄に貼ってあるホームページが、あとは公式インスタグラムも作ってるのでそちらも見ていただければなと思います。公式インスタグラムの方には白くでいろいろ撮影した写真なんかも上がってるのでぜひぜひ見てください。妊娠してる今でちょうど私自身は飲めてないんですけども、だいたいその機能性表示食品っていうのが通るのが1年ぐらいまずかかって、でそれにプラスでいろいろこう準備をしてたらこの時期に発売という感じになってしまったんですけど、自信を持って作った美容サプリなのでぜひ皆さんに良く手に取っていただきたいです。はい、新しいお知らせでした。あ、で最後にゆいみと昼撮った動画なんですけど、ゆいみにもずっとサンプルを渡してて、飲んでもらってて今も飲んでもらってるんですけど、そのやり取りとかはお昼に撮ってたので、それをぜひぜひご覧ください。そう、ゆいみにも、サンプルね渡して、飲んでもらってたんだけど、でも飲んでるよ。飲んでる。うん、あの去年の夏飲んでない時、すごい黒かったもんね、去年。めっちゃ焼けてたもんな。ほんまに。そう、それでなんか日焼け止めとかも塗りつつ、結構ね、こう白さというか日焼けを予防したいってことなんで、こうモニターじゃないけどこう飲んでもらってて、まあ、これからもどんどん。まあ、なんか今あったかなったり寒なったり繰り返してるけど、どんどんねやっぱりあったかくなっていって日差しも強くなっていくんで、 そうだね、そこに向けて対策していくのは大事かなと思います、はい、こんな感じでお知らせでした。ありがとうございました。